ナザー店の阿部です。今日も動画をご覧くださりありがとうございます。本日の動画はですね、実は2ヶ月ほど前から私が毎日使って、夜寝る前の習慣にしておりました、最近とっても流行りのこちらをご紹介したいと思います。じゃん、フォームローラーです。いや、これすごくいいんですよ。使っておられるお客様もたくさんいらっしゃって、サロンでもこれを使っているよっていう風にお話しいただくことが最近増えてきたので、私が毎日夜寝る前にしている緩めのストレッチや筋膜リリースを今日はご紹介していきたいと思います。この、ポイントを押さえると、毎日の体の疲れやストレスで硬直してしまっているお腹の溝落ちのあたりや脇の周りの筋肉をほぐしていくことができたり、あとお尻ですね、お尻が硬いと下がってしまったり、腰周りのお肉がつきやすくなったり、腰痛の原因にもなってしまうので、私も仕事柄手を使ったり、中腰で立って前に手を向けて作業をしたりするので、かなり腰というのは疲労がたまるんですけれど、座り仕事の方でも立ち仕事の方でも、猫背だったり骨盤にうまく体重を乗せれていない方はやっぱり腰が歪みがちで腰が痛くなりやすいので、毎日ちょこっとだけの時間でできる簡単なゆるトレを今日はご紹介していきたいと思います。私はこれをいつも、お風呂に入った後、寝る前に、ベッドの横に立ててこうやって置いておいて、お布団に入って寝る前に枕になった部屋の中でやろうかなって思って、こうパッて取ってゴロッと入れてやっているので、実際にちょっと今日制服でやるのではなく、毎日の習慣でやっているお風呂上がりのスタイルでやっていきたいと思います。ここの筋肉だけ使って腕や肩背中の、重みを持ち上げてるので、ここがすごく発達している方が多いです。なのでこうまっすぐ鏡を見た時にここがポッコリ、私もそうなんですけど、ここがポッコリしている方が、その筋肉が発達しすぎているという状態ですね。でここをしっかりほぐしていくことと、あと、普段使う時に
感じで首筋の張っているところと、肩の出っ張っているもっこりしているところをしっかりとフォームローラーに当てていきます。じわーっと伸びて、少し緊張がほぐれてきたら自分を蹴り上げるような感じでこう床をグッと蹴って、さらに、後頭部と僧帽筋の上部の盛り上がっているところがお互いにフォームローラーを挟んで圧迫し合うような感じにしていきます。こうすると肩の位置がグッと下がって、首が長く肩甲骨が下に下がって綺麗な背中になっていきます。このまましばらくじわーっと筋肉がほぐれるのを待っています。すごく疲れている日だとこのまま寝落ちしてしまうこともあります。もうちょっと眠たくなってきてますね。次は反対側をほぐしていきます。反対側も、床を足でグッとこう蹴り上げて体を上にずらしてフォームローラーをしっかりと僧帽筋上部に当てていきます。ほぐれてきたら左右に体を揺らして筋肉をゴリゴリとフォームローラーに当ててほぐすように、小刻みに体を揺らしていきましょう。すごく気持ちよくてじわーっと筋肉がほぐれる感じがします。次は、体を押していきます。正面を向いてフォームローラーをまた、僧帽筋上部と後頭部の間にセットします。そのまま左右と揺らして僧帽筋の後ろ首筋の裏側をゴリゴリとほぐしていきます。体を少し持ち上げるような感じで肩の上部を圧迫していきます。この時肩が骨が当たって痛い人は、無理をせずに腰を下ろした状態でまずは圧迫していってください。次は体を起こして腰にフォームローラーをセットします。こんな感じです。手の位置が定まらなくて魔女の宅急便のパン屋さんみたいになってますが、あまり気にしないでください。腰の背骨が普段丸まっている方はここを伸ばすとすごく胸が開いて、腰がじわっと痛いと思うんですけど、息を吸ったり吐いたりするときにしっかりと吸うときは胸、吐くときはお腹に力を入れて、深呼吸をするようにしてください。そうするとしっかり背中の筋肉じわーっと伸びていきます。腰の痛いところが一人一人違うのでずらしながら自分はどこが一番痛いかなと探していってください。はい、次は肩甲骨をほぐしていきます。肩甲骨の下の尖っているところにしっかりフォームローラーを当てて手は頭の上で組んで親指を首にセットしお尻を上げていきます。そのままゴロゴロ転がります。肩甲骨前面をしっかり当てるコツは肘を外側にグッと開いて背中を反らせることです。これかなり凝っている方は気持ちいいので持っている方ぜひやってみてください。そのまま、今度は肘を閉じるような感じでグッと入れていきます。肘を閉じると今度は背骨と肩甲骨の間の脊柱起立筋という筋肉を盛り上げてそこがしっかりフォームローラーに当たるのでほぐれていくような形になります。これもまた痛いところ自分はどこかなというのを探してそのポイントをしっかり多めにやってあげるようにしてください。では次は、お尻をほぐしていきます。お尻をほぐすのはかなり
気持ちいいんですけど、こうやってお尻をホームローラーの上に乗せて、上半身は、安定するように膝の前で手を組んでゴロゴロ転がっています。何もない壁を見て、今日一日あった出来事とかを思い出して嬉しい気持ちになったり、反省会したりしながら一人で家でこうやってやっています。いつも。次は寝ながらお尻をほぐしていくやり方です。片尻ずついきます。片方のお尻をしっかりフォームローラーに真ん中を当てるような感じですね。で、全身の体重をそこにかけていき、ゴロゴロ転がってほぐしていきます。この動き、実は地味にかなりお尻が凝っている時痛いです。私は最初痛すぎて動かせませんでしたが、ここまで動かせるようになりました。はい、いかがでしたでしょうか。実際に、やっていたので、今私はとても眠気がすごいんですけれども、疲れが溜まっている状態って一日一日違うと思うので、自分がもう眠りにつきそうだなって思ったら、最後までやらずにその日は体を休めることを優先してあげても全然いいと思うんですね。やっぱり一番大事なのはしっかりと心も体も休めることが大事なので、普段筋肉が緊張して体が興奮状態にあるまま眠りについてしまうと、脳の交感神経、副交感神経のバランスが崩れたまま無理やり眠りにつく、シャットダウン、強制シャットダウンみたいな形になってしまうので、どうしても疲れが取りにくくなってしまいます。しっかりと体のキーになっている今日一日とっても頑張った筋肉たちをほぐしてあげて、体も心もしっかりとほぐれた状態でゆっくり眠りについて、しっかり疲れが取れるように、ぜひよろしければ皆さんもホームローラー、安いやつは1000円台ぐらいで、高いやつは、これ高いやつなんですけど5000円ぐらいで売ってます。高いやつと安いやつの違いは、私の調べた情報によると、安いやつはちょっとこのウレタンが硬いみたいで、高いやつはふわふわだそうです。硬いのだとやっぱり筋肉の感じ方が痛くて、逆に痛めやすいかもしれないんですけど、痛いのが好きだよっていう方は安いのでもいいのかもしれないです。こちらあるとすごく便利なので、もし毎日疲れが溜まって体型が崩れるの嫌だなっていう方は、よろしければぜひお求めいただけるといいんじゃないかなと思います。私もこれからどんどんこのホームローラーの使い方、今日はゆるトレ初級編だったんですけど、中級編、上級編とハードなものまでご紹介していきたいと思いますので、もしよろしければぜひいいねやチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた動画でお会いしましょう。今日もご視聴いただきありがとうございました。